ごちそうさまです。ごちそうさまです。最終回ですな。はい。もう間もなくですよ。次週ね。はい。えっと、ということでね。はい。最後のコメント紹介です。はい。えっと、まずは、こちら。はい。ごちそうさまです。毎回の配信、漏れなく楽しく聞いています。はい。下国上球児、見どころ多くて楽しいですね。うん。夫が涙もろくて序盤から泣いています。おう。越山高校。はい。人数少ないですが、うん。ブラスバンド、いますと。そうか。吹奏楽部。我々はね、あの、 いるんかいないか分からんから、もしかしたら応援団費削れるんちゃうかましたけど、結局、金はかかります、よ少ないね。でも少ないね。いつもは犬塚が演奏する曲の名前書いたボードを掲げていますが、今回、へそ曲げて帰ってしまったのを受けて、ブ黒のお姉ちゃんが代わりをやっていました。それは知ってたんですけど、あのシーン、そういうことやったんですねかるそれは分かっていたんです。けど じゃあ、なんのために代わりやることになんねんブラスバンドいないのにだから、ブラスバンドじゃなくて、それを口でみんな言ってやってるのかなと思って、ああ、ブラスバンドじゃなくて、なるほどね、なかなか濃くな、だから、その、なんだろうな、掲げたものをみんなで歌うっていう手もあるじゃないですか、そっちかなと思ってます。 決勝戦はモン監督が貸してくれた西洋高校のブラスバンドと合同の大舞台になるのではとそこ別に楽しみじゃないよ。なるやろうね大舞台になるやろうしまあまあそれは越山高校を中心としてやってほしいところですけどね今までブラスバンド少ないながらもねまあまあそうかもしれないですね。 その西洋高校がまあ決勝でえと応援したことによって越山が勝ったら勝ってえっとじゃ西洋高校も甲子園行くってなったら誰持ちやねんってなってくるか大変ですねそこはそこでね。ああ西洋高校も行くってどういうこと？西洋高校が応援にえっと甲子園甲子園にこれ,、うん、れ行かないでしょ。さすがに行かないですかね。行かないでしょ。そうですか。行かないと思います。県外には出ないか。ちょっと厚かましすぎるかそれガモン監督も。どっちが厚かましいかすらわからない。<laughs> うちのやつはちょっと元気あり余ってるから甲子園も応援行かせてやってくれっていね、それはグラスバンド少ないから提案してくれたっていう優しさじゃないんかいな閲覧持ちでお願いね無理に決まってるやんまあまあでもそやね甲子園は甲子園で閲覧だけがってことやねそらくね続いてこちらです 高校野球甲子園出場経験者からですね。ああ、なるほど。はい。中部地方の高校で、大学中に甲子園出場しましたが、はい。野球部補欠応援団、大学,学中にうん。はいはい、野球部補欠応援団、吹奏楽部は交通費学校を持ちでしたが、一般生徒は自腹でした。はいはいはい。バスで夜中に出発して、午前中に大阪に着きましたが、うん、万博公園で第4試合まで待機しました。という過酷なね。まあ一般生徒からの。 ん一般生徒あまあえっ、ー、と甲子園高校中、まあ、甲子園出場高校ですよね在学中に甲子園出場したんじゃない彼<が>したし彼がしたとじゃないですかやっぱそうなんや書いてるんだってこれで捨てなかったらわ、うん、かんない捨てんちゃう分からんえ中部高校在学中に甲子園出場しました だから確定で言えないから、ただ下の句してなさそう。下の句は一般生徒っぽいやろ。だからこれはちょっと考えがいがあるよね、この人の文章。どっちやっていうのと、あと情報としてはね、あ、そうなんやっていうのがあるよね。なるほどでも一般生徒やったら僕も一緒ですもん。あなたも、あそうか、高校時代に、同じ、僕、高三の時にははいいあの 甲子園出てましたから、まだ甲子園行ったんですか行ってないです。僕は応援に行かなかった。応援行かなかったああ、交通費、せやね自やもんね。それはさすがにね。あなたも高校から、うやな、兵庫まで行こうとしたらね100万円はかかるそら。海外じゃない別にすぐです。よ海外じゃないです。海外の一番偏差値低い高校に行った。海外の高校、出ないでしょ、甲子園に。そうですか。いや、うん、だから別に全然、いや、別にすぐですけど。はいはい。 行ってないでですすねそうか第4試合まで待機したと、万博公園までね万博公園で待機するんですね。でもほぼ全校生徒行ってたよ、うちも。えっそうなん行ってた、ほぼ行ってたよ。マジでめちゃくちゃ大変な数やな、それでも自腹の人らばっかりやろ、ほとんどが。どうなんですか、学校出したんちゃうの交通費とか、ようわからへんけど。いや、出したところ、出した部分もあるやろうけど。いやでも いや、そうやな、でも一般制度の分まで出してたら、破産するんじゃ三千万じゃ期間んようなるやろ一般制度。だからもうちょっと安いんかなと思ってたんですよ。あ、はいはい。えと、交通費が。だから、その甲子園割引みたいな、ジェーがしてくれると思ってたってこと。いや、そこまで思ってないですけど。そこまでは思ってないですけど。安いってこと安いってことは、さそう思ってるってことになるんじゃ。んそ思ってなかったんやけど。そうですか。そうか、そうか。例えば、東京大阪間でも、さ往復三万円かかるじゃないですか。 あバスで行くもんやと思ってた。ああ、そういうことね。バスやったら、学校のバスでなるほど。そうか、そうか。新幹線はさすがに贅沢すぎる。そうやね。それはないかなと思ってた。はいはいはい。なるほど。はい。そうか。見たな、でも。ああ、そのテレビでな。やっぱ熱なる。熱なったな。熱なった知ってるやつテレビ出てるわけやもんな。まあまあ、そうやな。わーってなるような、でもそれちょっと。おー、知ってるやつって。って知ってるやつと。知ってんぞ、お前のこと。 打て打てってなるな、でも確かに。なるけどまあで俺、野球知らんし、その野球に縁がないかな、あんまり、周りで野球やってたやつがそんないないから、だからその野球の応援の方もあんまり分かってないねんけど、でも、まあ確かに熱くないせやなって思う。そうだね、だから知り合い、だからまあ、そんな友達とかいなかったけど、なんかこう、なんか聞いたことあるやつとか、悪い噂知ってるでとか。ななるほど なるほど。悪い噂を乗り越えて今この <laughs> バッターマウンドに立っているていバッターマウンドバッターマウンドじゃないどっちやねん <laughs> あれバッターマウンドちゃうんかい <laughs> えピッチャーマウンドって言うやんなピッチャーマウンドバッターボックスやねなるほどねだからどかバッターの方はボックスかいなボックスやマウンドマウンドってピッチャーの方言っての、ね、ボックスかいな箱が高いなだから四角なんや 四角というか、からやバッター出ちゃだめよっていう感じやもんな、あの四角から。バッター立ってるとこ四角の枠やもんな、左も右も。左三角左は三角な。そんなわけないやろ。両方左右対称です。左右対称です。左右対称でしたか。ピッチャーはちょっと盛り上がったところがマウンドになってるんで、盛り上がってるっていう意味のマウンドです。 そうね。まあ、そう覚えていただいていいと思います。ピッチャーマウンテン。マウンテンと覚えてください。で、バッターは箱やからボックスね。四角やからね。はい。あわ分かりました。でも、野球のことがちょっと一つ知れましたね、今。あそうですか。ちょっと、一歩、野球選手に近づいたね。気がしますよ。もう一人、えっと、野球。うん。 経験者から。はいはい、おお、すごいな。私立野球強豪校あるあるですが、毎年寄付金募集のお手紙が届きます。はい。卒業生にも届きます。はい。一口1万円からです。これさ、言語道断よね。届いたら。卒業してて届いたら。なんでよ。いや、言語道断ってならない。どっちの意味よ。いやいやいや、これ、払うかですよ。あ、そうです自分はね、それ払うんちゃうそうなの。払う人多いんじゃないのそうなんあ いや俺、卒業してて、それ届いたら、うん、いや、今後どうだんってなるけど。いやだ学校愛がどんくらいあるかもあるじゃないですか。<laughs> いや、ちょっとめ、目の前にいたら、切りかかってまいそうやけど。なん <laughs> でやねん、別に。募集だけだから、卒業し卒業生や、そう、今後どうだん卒業生やからこそでしょ、<ー> OB に。あ、OB、働いてるかってこと。そりゃそうでしょ。う。あるところ。OB に対して、在校生に来ないよ。あるところから取れってか。あ、でも、在校生にも来るわ。 在校生にだから、あ,親親あれでしょ、家庭単位でってことでしょ、だから、あなたのお父さん、お母さんにあ、あなたの息子さんのえと学校がその甲子園出ましたんで、お願いしますねってことやろう。 そう,ね、うちはこう<あ>秘密主義やったんで、うん、親もあんまりそういうこと教えてくれへんかったけどんかそういえばなんかコソコソやってた気ぃするはいはいあたどうするあなた <laughs> は払えるわけないだろこんなん <laughs> やってやねんなんでそっちやね <laughs> 分からんよ勝手決めんなよで,でも周りの目が <laughs> お,前お前がそんなんでどうする <laughs> <laughs> やねお前がそんなんでどうするってお前がそんなんでどうするって いや、わかんないけどね。払ってたかもしれんけど。どうなんでしょうね。そうか。だから、ね、まあそういうやりとりが、親にもあったんですね。うん、まだからし、強豪校あるあるなんですね。多分そういうのが。<う>野球、強豪校に通ってた人は、まあそういう思い出があるんでしょうね。うん、その親のこそこそも聞くこともあるんでしょうしね。かもしれんね。そうやね。うんはい なるほど。ねうん。それが原因で、まあちょっとね、はい。その、離婚とかそういうことにならんかったらいいならんかったらいいっていうか、なんてなかったけど、うちは。ああ、大丈夫でした。はい。まあというね、野球競合校出身の人たちから届いた、えっと、はい。コメントです。はい、はい、はい。続いて、はい。はい、こちらです。ネムロが疲れてくるか、ピンチになって、最後は翔がマウンドに。 という展開を想像してたら、まさかの代打で活躍するとは驚きました。最後ね。はい。決勝は雨天順延になって、久我原出場できたりしないかなと。あ、なるほど。なるほど、ね。ね。えっと、この手があるですね。大雨降ったらね、確かに、まあ、あの、休みになりそうですよね。そうですね。なりますよ、甘いからね、野球は。その、雨ないよ。雨で、雨れ、雨、いやー。 いや割と、わりは嫌とかじゃなくて、ゴールが取れないからさ。通るからな、それがね。いや別に、濡れたくないからってことじゃないですよ。<球> <うん S 1> そうですか。<ッ>他の,理由のグラウンドは ぐちゃぐちゃになっちゃうから、一回そのグラウンドぐちゃぐちゃいやお洗濯が一旦いっ洗濯、家の洗濯心配して中止にならへんいやーって言ったら通る、通らないですよ、そんな野球あんまないからな、いやいや、野球はだから、でもやあれでしょ、うん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 、ありますよ、ねなるほどね、できない、物理的に、的にできないでしょ、科学の話、科学じゃない、物理の話。 物理的にできるでしょ、でもだって別に泥で沈んでいくわけじゃないでしょ、ボールがそんな不思議なことは起きない野球場というか叩きつけ打ちのやつもおるからさいや、野球場でそんな不思議なことはだいぶ変わるじゃないですかそうです叩きつけ打ち魔法みたいなバントが転がらないよああ、バントが沈んでいない。 ね話変わってくるからさ滑っちゃうし<な>、そうなんやん、<う>んでも雨なら雨なりの作戦があったりするんじゃない、その滑っちゃう方が得意だぜみたいな高校も出てくるやろ、うん、始まらへん、ピッチャーが投げられへんかったら、ほら、な、ほら、なじゃない。<laughs> サッカーよりも、あの一旦中止というか、一旦その水をグラウンド鳴らすとか、だから一旦と止まった試合は止まりやすいですね、サッカーよりも。そうなんや、だから泥っていうのは結構大敵なんですね、野球には。そうはね、でも確かに大変そうではあるな、ちょっと。そうなんですよ、割とね。まあね、その嫌っていうのも通るし、その雨やったら、順延にした方がいいしっていうそれはあるかもしれない。 でも久我原出場は確かにこれでありますねとどうやろうなまあ、うん、どうや,うやって言ってるかもしれない <laughs> お母さんが本人も本人も、うん、な本人出場したがってるやろ気分ややろなそうかな、うん、あまあまあ <laughs> めちゃめちゃ気分ややな <laughs> 泣いてたのにな <laughs> 出るの雨でね、試合が延期になったら出ると思いますはいそうですね、やし、まあまあ、晴れでも出そうな感じもするけどそうかな。続いて最後のコメントです、こちらです、1話の冒頭に決勝シーンあり、翔君、マウンド立ってましたな、そうですか、そうなんですね、いや、僕もちょっと見逃してましたけど、そうなんですね、ちなみに幼馴染は公立へ初出場したけど、親などは寄付集めに奔走してたな。 なそうやったな。確かにな。口癖公式サイトでおじいも決断とあるが、クラファンかなないや、話しにく、この人。いや、話しやすいよな。あって言ったらいいから、奔走してたな。な返すがたまでな。マウンド立ってましたな。なですよ。 なあ、知らんよ、いや、でも、そうか、そうなんですね、だから翔君、マウンド立ってたっていうことは、まあ出るんやなあ出る、だからピッチャーとして出るってことやね、そうですね、ね、だから交代、根室バッターマウンドかもしれんで、自分の言う、ああ、それ、俺の言う、そうか、バッターマウンドか、間違ってるはるかもしれない、この人も詳しくなくて、なるほど、そうか。 そういうシーンやったから、でもバット投げたらあかんけどな、翔くん。バット投げたらあかんで、バッターマウンドは。バッターマウンド。でもなんかこう、槍みたいに投げると打てそうやけどな。その、ブルーンって、ああ、回らんと、なんかこう、まっすぐに投げたら、なんか機能はしそうやけどな、その、ボールとしても。しないやろ。確かに。確かに。見逃したとき大変やろ。確かに打たなかったとき。キャッチャーが大変やろ <laughs> 大変そこはだから技術じゃないああキャッチャーってやっぱそのそああ結構みんなをまとめる役でもあるから割と大変なところではあるから頼もしいところをやっぱ見せないといけない、うん、それに伴う技術っていうのは身につけないとなキャッチャーはそうか無駄な練習やと思うけどなそ,<う> <laughs> その練習してるとき <laughs> みたいに投げられたバットをさ <laughs> バッってキャッチしたらさ,<あ>さすがってなるような日置おおってだからまあちょっとそれはその日置の ない心証が爆上がりするのが目に見えるような。見えるかなないや、全然分からへんけどさ。あ、そうか。この人と話したいわ。なあってこの人と話したないやろ、この人が話したないやろ、お前と。そうかな。なあって言ってくれるけど、そうかな。寄付集めいな。そうか。 なるほどね。よっちゃんよっちゃんな。よっちゃんよっちゃん。よっちゃんよっちゃん。まあまあ、そうね。おじいも今済クラファンなんかな。まあでも、あるよね。普通に、あるよね。多分結構、こう、払ってくれそうな感じはあるよね。C がないな、このよっちゃんよっちゃんには。C って何よ。ちゃんの、ちゃんに。よっちゃんよ。甘く見んなよ、お前。その辺の人と一緒ですね。よっちゃんよ。よっちゃんよっちゃん。よっちゃんよっちゃん、3424です。そうか、そうか。 やっぱしゃべりづらい分、呼ばれづらいですね。まあまあでも、そうか、翔君だから立ってたっていうことは、確定なんですね、あ多分そのピッチャーとして出場するっていうことは、そらくね、そうでしょうね、根室と翔君の二人交代みたいなことでいくんかな。どうなん、二人交代って何 あの二人交代。誰が立つねんて二人とも交代。何を言いたいかだけで組み取ってもらわないと。野球の。野球の。野球の。考えもあるんやろうな。っていうのはありさえやけどな。ありそうか。うん。ま二人。そう。根室、ちょっと来い。二人交代だ。はい。何をするか分からへん。そう思ってました。何をしたらいいか分からへん。肩をためてます。 まあ多分おそらくピッチャーを交代するってことなんやろうけど。そういうこと。はい。ということで。まあまあ。そうね、ダブルエースみたいなことですよね、それがね。それこそ。全部わからんわ、それは。本当に。というね、まあえっと、野球詳しい人から。まあね、僕と同じぐらい知識の人まで。まあいたと思いますけど。そうですかね。そうですね。まあまあ、楽しいコメント、たくさん、ありがとうございます。ね、次回も。はい。 マーが解説するんですかねああそうですか。決勝も。マー君解説してたらいいね。元木さんはね。まとめていっぱい取れそうやもんな。元木さんは。元木さん。元木さん、んなんやろうな。あの、あれじゃないんその、地元の。また地元地元の野球団。元木さん。なんじゃないそうかな。そん。 に見えたけ予告で一瞬そうかそうか対戦校の監督っぽいな対戦校の監督かよ作詞かよそうかそうやな伊賀翔のね伊賀翔ってでも一回練習試合知ってるよね練習試合というかあじゃあ練習試合去年の2回戦が伊賀翔負けたところやな2回戦で負けたところやななんとその時監督映ってなかったなそうやねその時は違ったんかもしれいもんな負けたからそこで監督変わって ぐぐっと強くなったかもしれんね。ああ、え、伊賀賞が勝ったんじゃなかったっけああ、伊賀賞が勝ったな。そうやろ。なん勝ってんのに負けたことにさえ勝ってたんやろ。負けたんやろ。そのあと負けてって。が負けたんやろ。そのあと伊賀賞も負けて。あ、そうか。まあ強そうやけどな、伊賀賞な。そうかな。決勝まで来てるぐらいまあそうやね。強そうな強そうやけどさ。そうか、本木さんか。まあじゃあ、結構しっかりと、割と長めに。 野球選手が映るということで。野球のドラマやからな。めっちゃなんかいいような野球選手いっぱい映る。本物の役う出てくる。どういう役に出てくるんですかね。えだから伊賀省の監督いやだからその監督の名前としてはさ。ああ、そうかそうか。だから元木なのか。そうですね。伊賀省監督っぽい名字なのかっていうことだね。そうだね まあまあでも。楽しみですね。楽しみですよ。はい、来週なんて呼ばれるか、元木さんが。はい、ちょっと皆さんが。コメント楽しく読ませていただきました。はい。はい。また、えっと、最終回。そうですね。楽しみに。楽しみに。ね、一緒に見ていきましょうよ。もうね。はい。これで試合は。最終回。だから、甲子のシーンもありますもんね。そうですね。勝つんやるけどね。あ、まあ、これ勝つん、伊賀勝利もね。勝まあ、それはね、分かっておことですもんね。え?。お見事。ですね。 なんかもう分かってんねんけどね勝つのでもなんか結構熱くなって見れちゃうそうやな結果分かってて熱くなるスポーツですからねこれが野球野球ってそうなんやすげえな野球だいたい結果分かってるからね録画なんや野球って全部そう録画ではないコシエも録画録画じゃないです生ですねでさっき出てるんやでもそうか確かに熱く予告先発とかするからね野球は予告先発はい ダメでしょ、でもそんな。ダメなんですダメじゃないですよ。いや、予告選抜なんかしたら。捕まる人出てくる出てこないでしょ。予告選抜と。マジっすか。法に触れてくせやけどな。法には触れないよ。予告選抜ぐらいでは。そうですか。まあまあ、いい国ですよ。はい。ということで、はい。えっと、またまた最終回楽しみに見ていきましょう。はい。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。